FO 柴崎岳、J リーグでもきつい様子。リーグ戦は最近3試合で1分け2敗と苦しむ横浜 M が、逆転勝利で首位神戸に勝ち点1差と迫った。試合開始から鹿島が押し込み、前半15分には右 CK から鹿島フォワード鈴木が頭で合わせて先制点。徐々に攻撃の形を作り出すと、前半34分に右ショートコーナーから繋ぎ、フォワードヤンマテウスの右からのクロスを最後はフォワードアンデルソン・ロペスが左足で押し込み、リーグ戦3試合ぶりとなるエースのゴールで同点に追いついた。さらに、後半5分にはミッドフィルダー山根のパスを受けたヤンマテウスのシュートのこぼれ球を、再びアンデルソン・ロペスが右足で叩き込み、今季19得点目のゴールで勝ち越しに成功。3位鹿島を相手に貴重な勝利を挙げた。またこの試合では柴崎岳が加入後初スタメン、その起用に大きな注目が集まったが、サポの声がこちら。後ろ向きのプレーが苦手すぎる、ピプカにも及ばない、フィットできてなさすぎ、強度が足りない、スタメンではきつい、期待外れすぎた。果たして柴崎は今後輝けるのか。体重すぎだろ。現代サッカーではきつい。輝きは失ったな。鹿島はフォワード取ってこいよ。逆にユーマはもう代表でいいだろ。こいつ、マジで鈴木ユーマ呼ぼう。強い鹿島はどこ行った。岩政って実際どうなん。上昇順番に柴崎はつかがだ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。